京都パープルサンガ対大分トリニータ。解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。現地の気候ですが、気温が39度、湿度が 28%、 そして晴れ。ただ若干湿度は低いんですよね。まあそうですね、体力奪われるのは早そうですけど、まあその辺は両チームとも心配ないと思いますよ。ご紹介が遅れましたが、今日のピッチレポーターは岩本輝雄さんです。どうぞよろしくお願いします。こちらこそお願いします。今映った選手ですが、中原井、今日のキャプテンです。さあ、まもなく試合が始まります。さあ始まりました。下げて、ここはネタ、ナイスキープです。左へ出した、ドリブルで上がっていく、これが繋がらない。ちょっとね、感覚が逸れたかもしれませんね。出した、左から行きます。先制点のチャンス、頭でクリアします。ヘッド、メタ詰め寄られた。ヘディング、エジミウス、今のはファールです。フリーキックになります。高松、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。パープルサンガ、ここは守備の網にかかりました。いいとこ出ましたよ。来た、コーナーキックに変わります。誰に合わせてくるんでしょうか、誰に合わせるのか。ここはよく守りました。繋いで高橋、ホイッスルです。後ろからのマーク、おっとタックル、右から上がっていく、大事なところ、アンドレ、軽く出して、競り合った、パウリーニ、後ろ、さあここに出てきたぞ、大きく狙った、ピンチを逃れました。大分としては助かった形になりましたよね。いいプレッシャーだ。下げて、高橋詰め寄られました。三木、ここは戻します。長いボール、高松、さあ左へ出してきた、いいボールを放り込んできた、ヘディングシュート、あーっと、トリニータクロスから頭で合わせました。そうですね、あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。頭で渡す、なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、ちょっと奪われがちですよね。左へ出した、右へ、メタ、一気に来た、バッとつながったか、放った、キーパーパンチング、これはコーナーキックです。どこへ出してくるか、中に入れる、もう一度コーナーになります。ここは得点したいところです。
ニアに合わせた。ここは精一杯クリアします。クリアです。短くつなぎます。スライディングタックル、一旦戻します。おっと、このスルーパスが通りません。斉藤、いい攻撃、強い頭、中央へのボールが入っていきましたが、ここでは合わせられません。誰か中にいればよかったんですけどね。激しいチェックに行きます。いい形になった。いいところへ上げてきた。頭で流し込む。決められない。トリニータ、いい攻撃を見せました。そうですね、素晴らしい形作りましたね。梅田、根本、三木、芝小屋、左サイドから外から行ったと、ここまで来た。おっと、いい守りを見せました。左にさばいて外へ開きます。左サイド、さあ一人で上がっていきます。さあチャンスになる。さあ通ったぞ。ここは大きく蹴りました。手島、スルーパスを出してくる。これいいボールですよ。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。前、ここでリターン、どうする。ここで奪い合う。いやー、しかし惜しかったです。かろうじてクリアしました。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。さあいいボールが出た。おお、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。トゥーリオ、高橋、大事なところ、ゴール前に入れた。頭でクリアします。あっとホイッスルがありました。アンドレ、後ろからチェック、競り合った。ファールを取られました。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。頭でつないで、これはつながるか。これ仕掛けましたよ。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。まもなく前半も30分が経過します。小さく回します。ここから上がっていく。先制のチャンスだ。ミキヘッドでクリアした。また上げてきた。回します。パウリーノ、アンドレ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一歩及びません。梅田、いいプレッシャーだ。右へ出す。角田、ディフェンダーとしてプレーします。加藤、芝小屋、パスをつないでいく。加藤、チェックに行く。斉藤、必要なチェック、プレッシャーを与えます。おっと、一旦後方へ下げます。さあ北澤さん、何でしょう。トリニータ、今のところ0対0。この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。はい、運動量も増えてきましたよね。
トゥーリへ詰め寄られた。メタ必要なチェック、プレッシャーを与えます。ここにパウリーニ、また奪った。高橋、今のはファールです。ヘッドで競る。エジミウソン、あっとここでオフサイド。ここですね。はい、まあ感じはいいんですけどね。いい位置にいました。横へ運んでいきます。前に出した。大事なところ。もうホイッスルだ。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。つないで芝小屋、いいチェックだ。壁を使う。さあ入れるか。頭で押し返す。ここはディフェンスされました。京都としてはまあしっかり守れてると言えるでしょうね。深谷詰め寄られた。中原激しいマークを見せます。まだコースを探しています。ピンチを逃れました。ここは阻まれました。パウリーニ、今のところ1本シュートを打っています。いいですよ。さて前へ抜けようというところ。いや行きますね。クリアボールを受けます。左へのクロスが出たんですが、ここでは通りませんでした。3人も入ってきたんですけどね。梅田、ボールは左サイドへ。チェックに行く。エジミウソン、梅田、さあ前にいるぞ。頭だ。ここは一難逃れます。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。競り合った。ああいいとこ出しました。細かいボールの奪い合い、キーパーしのいだ。コーナーキックに変わります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。このボールどうだ。このボールはキーパーへ。ここから小玉、おっと長い笛。前半が終了します。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですが、どうでしょう。そうですね、一瞬これはっていうところもありましたけどもね、後半に行きたいです。はい、ありがとうございます。それではこのハーフ少し振り返ってみます。後半がスタートしました。パウリー激しいマークを見せます。果敢に奪いに行きます。取り返した。味方がいないところへ流れた。おっとここでファールです。トリニータセットプレーのチャンス。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ここで笛です。さあ競っていく。ここからいった。中原シュートを打ちましたけれども、もう打つしかないという状況だったんでしょうか。そうですね、やっぱり先ほどのように時間かけられてしまいますとね、しっかりとディフェンスが戻ってしまいますからね。高松、ここは戻します。右へ出す。ボールは右サイドへ。角田、左へ出した。奪い返した。ここはアンドレ、フォワードとしてプレーします。斉藤、回して中原、本日のキャプテンを務めます。左へ回す。チェックが効いていました。左へ回して
短く出します。パープルさんがボールキープしています。右へ回す。と抜けてきた。ここはクリアします。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。どう攻めてくるんでしょうか。流し込んでアンドル、ここは大きく外しました。しかし今のコーナー危なかったですね。そうですね。でもしっかり合わせてきましたよね。うまく決まりました。大事なところ、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。激しいチェックが続きます。ここまでのディフェンダーの動きを見て何かありますか。そうですね、守備だけでなくうまく縦横無尽に走り回ってますよね。相手を押し込んでいるというかなかなかいいんですよね。深谷、ディフェンスの選手です。取りに行った、ボールを回します。激しいチェックに行きます。あっと、このスルーパスはオフサイド。ファールとなりました。頭で競り合う。そして斉藤、これはタイミングが合いません。神田さん、ホーム側なんですけどもっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。ああなるほど、競り合った。さあ競っていく。いいプレッシャーだ。つながった、行くか。ここで激しい、中には3人いる。ちょっともったいなかったですね。いや外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。後半の15分を回りました。パープルさんがベンチで誰かアップを始めているようです。おっと、前に3人上がっています。激しいチェックが続きます。縦に出して後ろへ下げる。一気に来た。このパスはオフサイド取られましたね。戻ろうとしたところでしたけどもちゃんと見てましたね。両チームここでメンバーチェンジとなります。カメラさん。はい、どうぞ。岩本さん、ホーム側が動きそうですね。2枚目のカード切ります。33番の選手を出してどうやら22番を投入するようですね。なるほど、交代があるようです。左へ出した。左サイド駆け上がっていく。一人で上がりますと、ここまで来た。頭でクリアします。さあ一気に前線へ送った。おっと、つながりません。パープルさん、また選手の入れ替えを行います。さあ入れるか、一瞬のクリア、通りません。大事なところ食い止めた。チェックきついですよね。はい、読まれていました。取りに行った。ここで控えの選手がアップを始めました。メタ、うまくコースを塞ぎます。これはつながるか。いいチェックですね。見せますね。左にはたいた。下がったボールは梶原。
頭で縦に送ります。このボールはスローイン。これ変えてきますね。エジミウス詰め寄られました。斉藤必要なチェック、プレッシャーを与えます。さあ攻撃に注目です。中原一旦戻します。上りを渡辺、さあ左から上がっていきます。繋がらない。カメラさん、ホーム側なんですけど3枚目のカードを切ります。どうやら14番の選手を外出すようですね。はい、ここで交代の動きがありそうです。競り合います。繋がりません。左サイドへプレッシャーをかけます。しかしなかなか互いにチャンスを生かしきれていませんね。はい、膠着してますからね。そういった意味では目の離せない試合になってますね。ここまで来た。ここはディフェンスされました。クリアしたのは芝小屋。激しいチェックに行きます。インターセプト、小さく出した。梶原後ろからのマーク、おっとうまいですね。競り合った。ここでボールを持った。再び奪い返した。これはファールの判定。ああ、これメンバー変えますか。そうですね、変わりますね。まあ交代する選手についてなんですけども、やはりすぐにボール奪われがちでしたし、そうなると自然的に攻撃のためも作れなくなるんですよね。そういったところかもしれませんよ。まあそれだけ厳しく見られているということなんでしょうね。これは大きすぎました。さあ北澤さん、パープルさん、ここでまた選手交代を行います。開きますよ。トリニータ、ここで選手交代の動きを見せています。うわっと、そのまま蹴った。ここは鈴木、つないで斉藤、左へ出した。ボールはタッチラインを割ります。最後に触ったのはパウリーヌ。ここで選手の交代が告げられます。さあ取りに行った。攻撃陣を入れ替えてきました。そうですね、これは少し攻撃陣の流れを変えようということなんでしょうね。後ろへ下げる。うん、いいワンツーだ。深谷、エジミウソン、ここはつながりません。頭で競り合います。福本、トリニータ右サイドから攻めていきます。ここは精一杯クリアします。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。40分になります。後半40分、右から攻めます。後ろからチェック、大事なところ。ここでホイッスルがありました。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。強い。ここは一難逃れます。ボールはタッチを割ります。トリニータスローインです。左へ出す。抜かせません。取り返した。ボールは左サイドへ。さあどんな展開を見せるのか。後ろからのマーク。うわー、フリーだ。このスルーパスは一瞬中を見た。狙ってきた。決めたー。
後半終了の直前、アープレスさんがようやく均衡を破りました。加藤会心の1点、試合の流れが変わりました。最後は落ち着いて決めてきました。本当ね、シュートセンスが素晴らしいですよね。ここはしっかりと決めてきました。いいプレーだったと思いますよ。画面ではリプレイをご覧いただいています。しかしこの先制弾いかがでしょうか。大分としてはこれで点を取りに行かなければならなくなりましたね。さあいずれにしても面白い展開になってきました。パープルさん、あと少しでホイッスルにもなろうかというところで得点しています。そうですね、相手としてはもうとにかく早く前へという気持ちでしょうかね。追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、失点するまでは崩されるシーンはありましたけど、今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。さあチャンスになる。いいですね、ボールは後方、後ろからチェック。ここで試合終了、1対0、アープルスさんが1点差で勝利、逃げ切りました。しかし北澤さん、最後まで本当にわからない試合になりましたね。はい、いわゆる魔の時間帯というものがね、どれだけ怖いかということを見せる結果になりましたよね。サポーターもびっくりしてるでしょうね。それでは試合を振り返ってみます。後半15分、トゥーリオ非常にいい形でシュートを打ってきました。はい、そうですね、決まりませんでしたけど、直前のパスも非常に良かったので惜しいプレーだったと思いますけどもね、もう少しですよね。そして忘れてはいけません、後半44分、加藤、もう時間がないかなというところでのワンゴール、見事でした。そうでしたね、これはシュートを打つ前になるんですけど、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。本日の結果は1対0、パープルさんが1点差で逃げ切りました。さあ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。皆さん、また次回お会いしましょう。